ポルテ金沢は、石川県金沢市の金沢駅兼六園口前に、立つホテル、店舗、ホールオフィスなどの複合ビルである。北陸3県の最高層建築である。キーテナントは、ホテル日光金沢で、1階南側に、車寄せとフロントを持ち、1階から6階の南側と17階から30階までに、レストランやバンケット、客室を配している。その他、 地下1階から5階までに各種レストランや店舗など6階から14階にオフィスなどが入居する。ポルテはフランス語に由来している。金沢駅東口の正面にある金沢駅前中央交差点を頂点の一つとする三角形の敷地に立ち昭和大通りに面している。また、このビルの地下1階は金沢駅東口から続く地下通路と直結している。 この敷地は、金沢駅前第一地区第一種市街地、再開発事業で整備された、外区1にあたる。地下2階にある450台の駐車場に加えて、一方通行路を挟んだ、小さな敷地の外区に、ポルテ金沢月決め立体駐車場も設置されている。日本建築学会北陸支部による、1995年度の北陸建築文化賞を受賞している。 低層部にある専門店街は、1994年の開業当初から3階フロアが埋まらず、1999年には2階の1357平方メートルを借りて、ギフトショップを出店していた地元百貨店ヤマトが閉店して撤退するなど、開業当初から常時空き店舗が存在する状況が続いていた。その後、鼓門とガラス屋根のもてなしドームで知られる。 金沢駅、東口広場の整備事業が2005年3月に完了し、その頃からテナントが増加。駅東口北側のショッピングモール、金沢ホーラスの開業前月の2006年10月には、空き店舗が1店舗に減少して、開業以来最小となったことが報道された。ありがとうございます。